はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。プロジェクト世界を始めていきたいと思います。今回はですね、ビビバスのイベント中なんですけれども、まずはストーリーの方ですね、メインストーリーの方なんですけれども、これの話をしていこうかなっていう、これはですね多分新春じゃないかなって、いろんなメンバーがあって、レオニだったらさきちゃんとしほちゃんみたいな、あとしずくちゃんとニーゴの面々みたいな感じなんですけれども、今回良かったですねこれなんだろう、その必ず頑張っている人には誰かしら応援してくれる人がいるんだなっていうのが、一生懸命頑張る人にはやっぱりどんなに批判されても支えてくれる人が集まってくるっていうことが伝わったらいいなと思うストーリーだったんじゃないかなっていうふうに思います。で、概要はどんな感じかっていうと、水木のお姉ちゃんは何回か出てきているんですけれども、そのお姉ちゃんがですね、いつもは海外で、デザイナー、ファッション系の仕事をしているんですけれども、そのお姉ちゃんがですね、久々に帰ってくるみたいな感じですね。で、水木が、お姉ちゃん帰ってきたら、いろんなことしたいな、みたいな、じゃあ買い物行きたいな、みたいな感じで、ストーリーが展開していって、で、その時にですね、その過去の話を思い出したり、あとは、そのお姉ちゃんと買い物している間に、その今ここに出ているしほちゃんとかさきちゃんとかと出会ったり、あと帰る途中でかなでとまふゆちゃんに、出会ったりみたいな感じで、でその昔その水木がですね、そのなんだろう、小学校じゃないかなって思うんですけど、小学校のしかも結構低学年か中学年くらいじゃないのかなっていう感じなんですけれども、その時にですね、その可愛いものを着ていって、で、自分が思っている、自分の心に素直になって、で、自分が可愛いと思っていたものを、着ていったら、その同級生におかしいんじゃないかみたいな風なのを言って、その服がですね、お姉ちゃんが作ってくれたっていう服だったんですけれども、それをお姉ちゃんと帰りには会って、で落ち込んでいる理由も話せずみたいな、ショック、言われたことにショックっていう感じなんですけれども、さらにそのお姉ちゃんにも言えないショックみたいなのがあったっていう過去の話から、で多分水木ってそのなんだろうな、マイノリティなわけですよ、その少数派なので、その少数派の人ってやっぱりいろんなことを考えるし、いろんなことに傷つくし、そのね、それを抱えながら生きるっていうのは、でもその少数派の人ってそのいろんなこと考えるし、そのいろんなこと言われることはあるんですけれど、それでも自分のことを常に、自分とか周りのことを常に真剣に考えてる人だと思うんですよね。で、そのだけれども、その大勢の意見に流されることってすごく簡単なことだし、その考えなくてもよくて楽で、でそれをしないっていう決断もまた一つだとは思うんですよね。その大勢多数に流されるっていうことも、まあ悪くはないとは思うんですけれども、ただそれが考えた末流されてるんだったら別にいいと思うんですよ。考えて、あ、こっちの方がいいとかじゃなくて、何も考えずその流されるっていう人たちもいるわけですよ。で、そういう人に限って多分
そのマイノリティな、その少数派な人を、まあ心ない言葉を話す人がいるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、ちゃんと自分で決めてそっちの大多数の意見に行くと、多分考えてる分、その少数意見の人の話っていうのはそんな批判しないような気は私はするんですけれども、なんでまあそのあまり考えないで傷つくっていうことを考えないで、そのそういう意見を言ってくる人はもちろんいるわけで、その大勢いろんな人がいる中で、そういう人もいる中で、そのマイノリティな人たちが生きていくっていうのはやっぱりどこかで心が折れかねないわけで、でそれを支えてくれる人っていうのは絶対いるわけですよね。なんでそうじゃないと続かないと私は思います。その少数派ってすごく傷つくし、自分の芯を持っていかないといけないんですけれども、それでもそれを貫き通せるっていうのは絶対周りに助けられているっていうことだと思うので、なんでそれが、まあそういう人たちを支えてくれる人たちももちろんいるわけですよ。なんでその人たちに救われるっていうことは、なんでもうここはもうなんか人と人の支え合い、理解し合いなんじゃないかなっていうふうに、そんな話がすごい詰まっているっていう。でそういうふうにそのいろいろな人の言葉を考えたり行動を考えたり傷ついたりした人だからこそ気づけることってすごい多いと思うんですよね。で痛みを知らない人は他の痛みに鈍感になるわけですよ。なんで痛みを知らずに、よくその昔の人の言葉で、その甘いもの、違った、苦いものを食べたことない人は甘いものを知らないっていう、その自分が食べている甘いものをっていうのは、甘いものだけ食べてると絶対にそれが甘いものだっていうのは気づかない。苦いものを食べるからこそ甘いっていうことに気づけるっていう。なんで傷ついたりそのしたことない人がいろんな人の心に気づけるかって言ったら、そうじゃないと思うんですよね。傷を負った人だからこそ傷を見ることができるというか、苦しい、その人の苦しみとか困ってることとか悩んでることっていうのは、やっぱり気づける人っていうのは自分もそういう経験があったり、そういうふうに考えたりっていう人だと思うんですよね。なんですごく優しくて気づける人っていうのは、それくらいいろんな痛みを負った人なんじゃないかな。なんで水木っていうのはすごくその小さい頃からその少数派で、でその分傷ついてきた分、今その高校生になった水木が、他の人の、今回は別に痛みではないんですけれども、その2位5の中だったら真冬ちゃんのとか、かなでちゃんのその他のメンバーとか、えなちゃんとかそうなんですけれども、他の人の痛みに対しても敏感である水木だったり、今回で言うとそのしほちゃんが悩んでいるっていう、そのしほちゃんも可愛いものが好きで、可愛いものが好きな自分とそのパブリックイメージの自分とみたいなところで悩んでいるっていうところも、気づけたのは水木だからじゃないかなって、それでアドバイスしてよりより良いものに導いてくれたっていうストーリーっていうのも、なんかそういうその心の敏感なストーリーっていうか、敏感なところをですね、をこのストーリーで、このイベントストーリーで綺麗にまとめ上げた、すごい素晴らしいイベントストーリーだったんじゃないかなっていうふうに思います。とても良かったんですよ今回ちょっと
水木みたいな、ちょっとねうるっとしたっていうか、そのお姉ちゃんもなんか安心できたんじゃないかなって、その昔から水木のことを見てくれるお姉ちゃんだからこそ、その、買い物をしているその一日を通して、そのさきちゃんとかしほちゃんとか、同じ2号のメンバーだったりっていうのを出会って、話してる水木を見て、小さい頃から見ているお姉ちゃんだからこそ安心した、でまた帰っていくみたいな感じのストーリーだったんじゃないかなっていうふうに、そんな感じに思います。ということでですね、今回はこのね、なんか水木っていうかディーゴのストーリーでなんかほっとしたっていうか、なんか心温まるストーリーっていうのもそんな多くないんでなんでちょっと読んだ後なんかほっこりした、なんか心が温かいような気持ちになりました。ということでですね、今回は何曲かやって、3曲くらいかな、やっていきたいと思うんですけれども、25曲がいいのかな、25曲あー、これとかいこうかな。いつのやつなんだろう、でも奏で曲とかかな、つい最近来たような。ただすいません、イベント中なんで、メンバービビバスですエキスパートはやってて、マスターが初見です。行きましょう。いつか消えた駅のあのホームの記憶も、熱い心の足で出会った仲間たちも、すごいドキドキしてる。あー、フルコン撮りたいけど。25曲はロングノートがなんか苦手なんですよね。もともとロングノート苦手なんだけれども、なんか2個の曲特になんかロングノート苦手な、ちょっと忙しい。このロングノーツがね、なんか苦手なんですよね。あ、今のオッケーだったの？押しっぱなしだったの？この半透明ノーツが未だにないな、やっぱり。怖い、フルコン撮りたい。うわあ、怖かった。はい、ということでフルコン取れました、一応ね。いやー、さすがにねー。あー、これ25時の情熱だからレベル25に設定したのかな。マスターでレベル25ってなかなかない気がするんだけどな。あるのかな、マスターでなんか26からの印象あるな、すべてだよね。26、ほら26だけど25だから、25時だから多分25にしたのかな。そしてそうだったら超絶すごいな。何しよう次ちょっと待ってね、フルコンてないのは大体。あー、どうなのかな、どれにしようかな。すべて
英語曲じゃないのやろかな。これか。あー、30なの？これもなんかつい最近来たイメージがあるな。30か。いけないかもしれないんですけど、でも最近はあのライフが全部なくなっても、ライフっていうのかな、 HP みたいなやつ、ゲージか、ゲージが全部なくなっても最後までいけるんで、ちょっとやってみよう。マスターの30は勝率 65% くらい。あー、なんで？あー、コンボが切れる。いやー、なに？いやー、なに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 、なあー、うわお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 、この速さ変わるのやめてほしい。今ロングノートだったから良かったにしろ。あー、ここもサビ好き。あー、わけわかんない。あ、なに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 、今のとこわかんない。いやー、すごい切っちゃうな。あ、愛があったぞ今。あ、やばい。うわあ、やばかった。やばかったよー。やばかったよー。何度かクリアできたけれども、すごい。やばかった。やばいな、これ。なんとかって感じ。はぁ、あ。なんだっけかな。これ、なんか、YouTube かなんかで見たのかな？これの、やってみよう。これの、その、譜面が面白いっていうのを見て、28だったら普通にいけるはず。フルコンは取れないけど。やったん。なんかこれ曲自体は私プロセカで知ったんですけど、なんか流行ってるっていうのは、あ、切っちゃった。流行ってるっていうのは知ってました、去年。あ、すごい、今手がいた。この遊び心いいですよね。あー、手が痛い。あ、手に気を取られてしまって。あ、ハト。あ、
さっきハトが大乱闘してたな。あ、止まった。あ、ケア。あ、なにこれ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 なんだ。あ、しかも普通にロングノーツミスった。速度変えないでほしい。ドキッてしちゃうんだよ。オールバックだ。はい。ということで、今回はこの辺りにしようかな。なんか、ぼちぼち、裏で頑張って、プロコンは増やしてはいるんですけれども、まあね、曲だけやる日もそのうち作ろうかなって、あー、間違った。スキップ、スキップ。間違って押しちゃった。まあ、曲だけ何曲かやるっていうのもそのうちやろうかなとは思ってるんですけど、その時にね、あの日頃のコツコツやってきた成果は見せれたらなっていう。今年はね、やっぱりね、30ね、でも最近思うんですよ、今年の目標は消失なんですけれども、やっぱその前に消失を倒す前に、あ、でも天地はなぁ、長いんですよね、時間が。曲長なんで、まあこれとこれをまず倒さないとなーっていう。あー、バリースの冬の間にやんなきゃなー。なんとなく冬の間に倒しとかなきゃなーっていう気もする。あー、それ考えたら冬終わる前にスノーミックスとかやっプルコン取んなきゃなっていう気になってきた。頑張って冬曲を先にやろうかなっていう気もしますし、他にこの全てでいくと、なんかまだやってない曲とか新しい曲でここら辺の26とか、これは無理なんですよ。これは私なんか無理なんですけど、新しい曲とか元々ある曲とか27でやりたいなって、あ、これね、これもねっていう感じです。なのでぼちぼちやっていくんですけど、まあ今はビビバス、次の更新の時にはビビバスのあのイベントの話をしたいとは思ってるんで、その話をするんで、まあ、しばらくはやっぱりみんなでライブの方やってると思うんで、そんな進めれないんですけれども、まあぼちぼち、まあね、まあ、また1年間かけてで、イベントが出た時はちょっとイベントの話をしつつも、今年はちょっと不定期で、更新していこうかなっていうふうに思います。ということでですね、ご視聴ありがとうございました。よろしければよろしければ噛んじゃった、よろしければチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。